香りがね、すごく、はい、全体的にソースをパスタに絡ませて、どうも、料理のレストラン、リュースです！リュースです！リュースです！はい、ということでですね、今回はですね、私、一滴どころか、3杯ぐらい飲んでるんですけども、今回ですね、自己シリーズでございます。まあ、2本目なんだよね。まだ、まあ、全然大丈夫ですよ。酒柱なんでね。なのでですね、今回ね、四股シリーズの中でも、まあ、僕がね、一番こだわり持ってるのはパスタなんですね。パスタの中でもですね、まだやってないのクリームパスタやっていきたいと思うんですけども、スペシャリティです。本当にうまいです、これは。まあ、材料もね、本当にスーパーに売ってるようなものでやるので、すっごく、ね、簡単で、こんなに深みがあるのかっていうような至高のクリームパスタ、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、早速材料紹介いきたいと思います。マッシュルームですね、2分の1パック、だからこれ1パックなんですけども、これ半分使えます。70g。ベーコン、40g。前の残りですね。今回ね、生クリームを使うんですけども、これね、好みが分かれるんですが、最近は僕34歳なんですけども、結構ね、クリームの重さがちょっときつくなってきたな、そういうね、お年頃なんです、私。その中でですね、いつもね、47% の濃い生クリーム使ってたんですけども、今回はね、ちょっと軽めに 35% のものを作っていきます。そしてバター。あと、パスタでございます。基本的にパスタって、クリーム系だと太めが合うっていうふうに言われてますね。今回は 1.8 ミリのパスタを使っていきます。まあ、これね、1.4 ミリでも 1.6 ミリでもできるんですけども、まあ、比較的合うと言われてる、ちょっと太めのパスタ、今回はこれを使っていきます。はい、それではですね、至高のクリームパスタを作る上で何が大切かっていうのを、まあ、まず心得として皆さんにお教えしたいと思います。俺は悪くないよ。こちらの食前酒を飲んで、この濃厚なパスタに備えたいと思っております。いただきます。やっぱ食前酒よ。酔っ払ってますけども、ちゃんとね、解説はできる。まずね、マッシュルーム4個ぐらいかな。で、これをですね、土っぽいところはですね、ちょっと切ります。で、この軸の部分はね、使う。はい、こんな感じで。で、こういうペーパーとかでですね、こういうのちょっと拭いてください、これ。はい、これを、土っぽいところね。はい、これで OK。こういうね、器にね、こうやってね、こう、砕くんですよ。手で砕いてください。マッシュルームはね、手で砕くとね、すぐね、粉々になりますので、こう砕いてください。でね、砕くとね、マッシュルームってすっごいいい香りするんですよ。注目してください、これ。砕いた時の香り、ぐしゃっとやった時の、このマッシュルームの香りで、飲んでいきます。素材の味を生かす。で、ここにですね、お塩をまぶします。大体小さじね、5分の1ぐらいですね。これぐらいお塩で。ちょっとね、こう揉み込んでおく。こうやってね、塩をまぶして置いとくとめっちゃ香り出るんですよ、これ。短時間でこう、このマッシュルームのね、香りを引き出すっていうので、ね、これ重要でございます。これラップしといてください。香り逃げちゃう。10分から15分ぐらいつけておくと、これ、ね、開けた時の香りすごくなりますんで、この間に他の処理をします。ベーコンね、40g なんで、今回は手に入りやすいベーコンにしてるんですけど、生ハムとかでも美味しい。生ハムの場合はね、炒めないで後から入れるんですけども、この場合はまあこうやってこう拍子切りにしていくと。そしたら、火を使っていきます。フライパン用意しました。で、ここにですね、さっき、まあ15分ぐらいつけたマッシュルームなんですけども、開けてまずね、匂い嗅いでみてください。これすっげえ匂いするんですよ。これで入るマッシュハイで、こいつをこっちに入れていきますね。で、ここにお水大さじ2杯ぐらい入れます。で、火つけます。まあ、弱めでいいです。弱めの中火ぐらい。ここにコンソメを入れていきます。小さじ1強ぐらい、ちょっとこう山になるぐらい。
マッシュルームのコンソメ煮みたいのを作るようなイメージですね。これね、これね、意外と重要な場面なので、これもやばい。これがこの至高のクリームパスタの根幹となる味になりますので、で、マッシュルームがね、ちょっと煮えるまで少し沸かしますけど、プツプツって言ってから3分ぐらいですね。いいですね。まあ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 、こんな感じですね。そしてここでブンブンチョッパー、ミキサーとかフードプロセッサーとかでもいいんですけども、ない方とか、なかなか買えない方が多いんで、これブンブンチョッパーっていうのを使います。ここにマッシュルームをね、入れていくの。で、蓋閉める。ミキサーとかでもいいです。とにかくね、細かくね、ペースト状になればいい。これを回してみて、結構ペーストします。これこれぐらいですかね。最近ちょっと困ってました。こんなもんです。今回ね、パスタが 1.8mm で結構太くて11分ぐらいかかるので、最初に茹でたと思います。大体ね、これぐらいの、お塩小さじ1杯ぐらいで、分かんない場合はね、これね、ちょっとね、こう塩水ね、味見してください。で、なんか美味しいスープぐらいの塩分になったら、大体ね、0.8 から 1% ぐらいの、味になってるので、なんで入れてるかっていうと、このパスタ自体に塩味をつけるためです。パスタに下味をつけるっていうような感覚でやってください。その下味がだいたい 1% から 0.8% ぐらいの塩塩分濃度でやるのが一番僕はやりやすいと思います。僕は 1% の塩分濃度で茹でて、後から塩味を足していく方が料理に幅が出ると思うんで、これをやってみます。じゃあですね、ソースを作っていきます。フライパンにバター 10g。 ここでね、ごめんなさい、ちょっと材料紹介の時に忘れたんですけども、ニンニク、潰したまんまのニンニク入れてください。今回はね、マッシュルームの、香りが主役なんで、潰したまんまでやる利点っていうのは、ニンニクの香りがですね、ちょっとね、弱めに香るんですよ、これね。で、あと同時にここでベーコンを炒めます。でね、まあ、ちょっと弱めの中火でやっていくんですけども、焦がすと嫌な香りがしてくるので、焦がす前に、今回ね、取ります。これはで、この、ガーリックはですね、取っていきます。もう十分香りが出てます、これぐらいね。で、このガーリックはどうするかっていうと、お塩パラパラ、お塩パラッと振って食べてください。ガーリックのバター揚げになってますから。うん、お前が一番うまい。取り出したニンニクはつまみにするの。バター揚げうまっ。はい、じゃあですね、ちょっとパリッとベーコンも炒めました。さっきの前マッシュルームを入れていきます。火はね、弱めでいいですよ。これね、余すとこなくこのペーストを入れてってください。これね、ここで生クリームです。はい、100cc、 はい、入れたらちょっと沸かします。生クリームって沸かすとちょっとね、とろみがついて濃度がつくんで、これね、少し濃度つけた方が美味しいです。で、中火でちょっと沸かしていって、とろみ具合はもうお好みはお好みなんですけど、僕はもうこれぐらいかな。ちょっとこう一瞬線ができるぐらいのとろみだといいかなっていうふうに思います。はい、これでソース完成で、茹で上がりましたんで、こいつをザルで切っていきます。クリームパスタの場合はね、あんまり水分入れたくないんで、よくね、切ります。ここに入れていきます。茹で汁はね、今回使わない。僕は火にかけながらやってください。これね、少し火にかけながら、全体的にソースをこれパスタに絡ませていきます。はい、で、あえてちょっとこう、クリームが沸いたら、もうこれでほぼ完成。こういう感じ。ちょっとね、ねじると高さが出ますんで、高さが出ると冷めにくくなる。ソースがうまくてね、ソースを一滴でもこう逃したくないので、すべて乗せます。ここにまあ好みなんですけども、
まあ僕はね少しブラックペッパー、そして周りにちょっとパセリを振ってあげるとかなりペストランチックになります。はい、こちらで、至高の、クリームパスタ完成です。はい、それではできましたので、今回はねワインですよ。白合いますか、これ。いただきます。ちょっと待って、これは久々に思い出した。このパスタってめちゃめちゃうまかったなって思い出した。多分俺のパスタ料理の中では1位かもしれない。これはうまい。白とも合うなこれ。じゃあ今回はね本当にやらざるを得んスタッフさん呼んでみたいと思います。スタッフのこいつさん。そういうのさ、やるって言ってくんない俺。やるって言ってくんない。ちょっとなんで小ネタ用意してんの。言ってよ。騙そうと思ったの。騙されるかい。今日はワインだね。今日はワインです。乾杯。じゃあこちらとワインで、はい、いや、いい匂いしてる。いただきます。言うことないね。俺の自信分かった。分かった。マッシュルーム、ベーコン、パスタ、クリームソース、すべてのポテンシャルが最高潮。そうですよ。これさ、やばくない？これやばい。これさ、特別なキノコじゃなくて、うん、普通のマッシュルーム、スーパーのマッシュルーム。ただ最初に塩漬けしたのね。塩漬けして香りを出して数分漬け込んで熟成させてるんだよ。なるほどね。なんかポルチーニだけみたいな。そう、おいしい、うん、ワイン、うま、超合うでしょ。なので口の中に全部の香りがすっごい残るの、うん、一口でワインたらふく飲めるね。これだわ。余韻が長い。すごいいい女になった気分だわ、うん、これはね、何も言う。本当にこれは本当に食べてみてほしい。もちろん美味しい美味しいって絶賛してるけど、多分これだけ言っても作ったら超えてくると思う。コース料理。これは本当やってほしいわ。お家で食べれる味を格段に超えてる。私結構あんちゃんのパスタちっちゃい時から結構食べてるけど、一番美味しい。一番うまいじゃん。一番うまいな。本当に本当にうまいもん食ってるなって。今もう高揚感がやばい。至高です。衝撃的。マジで作ったからね。これはすごいわ。僕のスペシャリテと言っていいぐらい自信のあるこの至高のクリームパスタ、ぜひ皆さん試してみてください。